今回は桜住宅街のラスボス三股野槌とバトルしながらミスターネッキーのデカップに作ってみたいと思います。一つ目こそ雲外三面鏡伝人ヤマタンという全て必殺技を作るメンバー揃えたので、ネッキーのデカップに目標サイズ100ぐらい作りたい。しゃあ、オッケー。あとはネッキー以外の国にガンガン消していきます。ネッキーさんはファミ通のメインキャラクターなんですけど、キツネだよね、言うてみたら。見た目は全然キツネっぽくないんだけどね、なんかむしろ犬っぽいんだけど。あ、ピン打つの忘れてた。一応右目に打っといて。三つ股の槌大丈夫か、 HP 大丈夫やね。ネッキーさんあと半分ぐらい頑張ろう。デカプニを作る妖怪プニでいうとやっぱヤマタンが一番だよね、最強だよね。他のプニ基本的にプニ2個をデカくするぐらいだもんな。それに引き換えヤマタンはプニ7個ぐらいを一気に7ぐらい作っちゃうもんね、サイズでかくの。もうちょい、ラストスパーツ。残り何個だ？ネッキーさん残り5個ぐらい。もうちょい。サイズ100いけるかな。あ、左目とこ。ラスト1個ネッキー。よっしゃ、オッケー、準備できました。ではまずネッキーの必殺技いきます。メタリックガバス砲。上の方が怖いな、見えなくなりそうで。ちょっとだけ繋いどくか。ヤマタンいきます。1,2,3,4,5,6,7 個ぐらいいったかな今。やばいな、見えなくなりそうだな上の方。もうすでにこのウォッチの枠から外れてきてるもんね。いけるかな。デンジンさん、はい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 。まあどんどんでかくなるよね。まあでかくなるよね。もう一気にいきますか。これを頑張ってつなげる。ニコのやつはつないどこ。ちっちゃいプニは今のうちにつないでおこう。上の方怖いな、難しいな。上の方のやつをいかにうまくつなぐか、バウンドさせてつなぐか。上の方のやつかも、多分見えてないところにあるんちゃうかな。こう左プニってやると回るんちゃう。回れ、回ってこい。まだあるっしょ。1,2,3,4 つぐらい。何個ぐらいあるんだろう。4つぐらいあるのかな。もうすごい歪んじゃってるけど。ネッキーさん、このデカプに4つぐらい一気につないでみます。サイズ100いくか。いきます、離します。サイズ99。なんか左上の方にもあったよね今。
されへんかな。でかい。目標のサイズ100いかないか。消してみますか。じゃあ一発で終わりちゃうかな。多分左上にあったんだろうな、ネッキーさん。デカプニがまた手振ってはる。